はい、どうも、ゴジラ会です。今日はサークルピッキングがちょっとできるようになってきた人用に向けての救急車用の、はい、ミュート編ってことでやっていこうと思ってて、まあ、冒頭で見てもらったやつ、まあ、多分この動画見てる人は知ってると思うんだけど、藤岡先生の、そう、俺の先生の、無理クソゲントビーフレーズだっけな、そう、ゲントビーするやつなんだけど、まあ、弾けなかったね、ほんと、久々にやってみたら、全然弾けねえ。マジクソむずいんだよね、ほんとにあれ。もう目の前で見せてもらったことね、もちろん何回もあるんだけど、でも、マジですごいんだ、そのミュートの精度。やっぱその、まあ、左手でもちろんミュートするのは当たり前なんだけど、これやっぱ右手でもしっかりミュートするのが大事で、で、先生曰く、この、屈伸をやるときには、手首でさ、こう、早弾きするときっていうのは、こうね、しっかり振ってれば、勝手にこの振った瞬間にもうミュートが入ったり、あとなんだろう、普通に音量が大きくなるから、結構そのノイズも普通に実音にかき消されたりするんだけど、このピッキングの場合、やっぱりどうしても差し指だけだと、音量がちっちゃくなっちゃうから、しっかりこうね、斜めにスライドして手首を移動させてあげるのが大事だよね。っていうのは、普通にこう、こんな感じで、その、縦方向に、例えばこの、俺のピックアップ、真ん中のピックアップ上でやっても全然、いいんだけど、このピッキングの場合は、ちょっと斜めにね、どんどん手首の位置をずらしていかないといけないよね。だってこんな感じ?うん。センターの、ピックアップから、まあちょっと右側に最初は行って、ここで6弦を、ピッキングしてあげて、そこからだんだんこの左に寄せていく感じ。そうじゃないと、普通にこの、サークルピッキングで下に向かっちゃうと、だんだんね、ミュートが甘くなっちゃうんだよね。こんな感じで。普通の早弾きだったらこうさ、早弾きする瞬間にこの手首のこの手頭が右に行ってくれるけど、このピッキングの場合はそういうわけにはいかないから、だからこのしっかり、だんだん左にずらしていくことで、しっかり、この辺の、余分な弦を、ミュートしてあげるってことが大事になってくるかな。今日は別に練習フレーズっていうか、これを意識してほしいっていう感じの紹介。だからしっかりこのね、なんでフレーズなんでもいいから、こう、だんだん左に行くっていうのを癖づけてあげるっていうのを、忘れないでやると、まあ、しっかり、音も切れて、出した音をちゃんとコントロールできるようになるから、それだけちょっと気をつけてほしいっていう感じかな。まあ、今日で、このサークルビッキング中級者用の動画は、終わりなんだけど、上級者用のやつはちょっと準備しようと思ってるから、まあ、ぜひそっちもね、できる人は見てもらってっていう感じかな。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。